はい、どうもひろきです。今回は新しくゲットしたリュックを紹介したいと思います。以前ね、皆さんにリュックのこの質問動画っていうのを出したんですけども、僕の新しい相棒を今回は紹介したいと思います。それがこちらです。ババーンちょっとね、形ね、結構使ってるんで変わってきちゃってるんですけども、はい、今の僕の新しい相棒は Y3 というね、ブランドのリュックになります。山本洋次さんとアディダスのね、はい、合同のブランドなんですけども、そちらのリュックを、使っています。こちらね、ちょっとこの間誕生日ということで、誕生日プレゼントでありがたいいただいたものなんですけども、今これをすごい使ってるので、今回これをちょっとね、詳しくレビューしていこうと思います。はい、見ての通りね、もう Y3 らしいデザインなんですけども、かなりフラットな、はい、デザインとなってます。全然ゴツゴツしてなくてね、かなりスマートに、背負うことができます。で、こういったね、これ全然飾りなんですよ、飾りなんですけど、こういったバンドが、ついていたり、一見するとね、これなんかランドセルっぽい構造なのかなっていう風に見えるんですけども、ここはね、全部取れてこう開けるっていうわけではなく、ここにポケットがついてて、上は上でね、こっちがこう開くタイプになっています。ちょっとね、寄りで見ていく前に、背負うとどういった感じか見てみましょう。はい、背負うとこのような感じになります。あまりね、大きすぎない、デイパックとして使う分には非常にちょうどいい大きさになっています。なんで毎日仕事で、僕はこれを背負って使ってます。もう少しね、寄りにするとこういった感じ、まあね、細かいところに本当にね、こう Y とかね、 Y3 とか、すごいこういう細かいところが嬉しいよね。結構可愛いギミックが多いんですよ。で、ここのファスナーとかのね、ここちょっと届かないけど、ここもちょっと長かったりね、山本洋次って書いてあるんですけども、まあ、あとは後ろのクッションとかの部分が、ここも Y になってたりと。で、すごいね、クッション性が良くて痛くならないんですよ、新品でも。なんでこれはね、さすがだなって思いました。で、この持ち手もね、めちゃくちゃ持ちやすいの。どうしたのっていうぐらいね、すごい持ちやすくて、これもね、気に入ってるポイントです。それじゃあね、ちょっとね、寄って見ていきましょう。はい、ちょっとね、回していくとこういった感じのデザインになっています。上から見るとこういう感じ。ここがね、すごい滑らかな曲線になってるんですよ。で、下はこういった感じ。ちょっとね、個人的にはダイレクトで床には置きづらいなっていう感じです。特別、何かしてあるというわけではなくて、全面同じようなね、感じになってます。はい、上のファスナー部分なんですけども、先ほど言った通り、洋次山本っていうね、こういった長いタグがついていて、で、本当にね、見えないんですけど、この内側のファスナー自体にも Y3 ってちゃんと書いてあるんですよ。ここのファスナーは登山リュックとか、あとはマウンテンパーカーとかにね、よく使われる、この水がね、入りにくい加工になっているファスナーになっています。で、両サイドには Y3 と、よいしょ、はい、書いてあります。はい、フロントにもね、しっかりと洋次山本と入っています。で、ここからね、ちょっと下がっていくと、はい、こんなところにもね、隠れ Y があるんですよね。すごい本当にね、細かくてね、面白いリュックなんですよね。パッと見シンプルなんだけど、細かいところがね、すごくこだわりが見えていて、こういったところがね、すごく僕は気に入っています。はい、そしてサイドとかにはね、ポケットとかはないです。これ全部飾りね、はい、ポケットはなくて、ここに1個ついてます。このね、ちょっと出てるペロペロをめくると現れます。はい、さっきね、説明したものなんですけども、これファスナーにね、 Y3 って書いてあるんですよ。これがね、またいい。で、ここを開けると、はい、まあ見た目通りのね、はい、感じですね。
ちょっと小物が入るようになっています。特に中にちっちゃいポケットがあるとかではないです。はい、ではここのメインをねちょっと開けてみましょう。ダブルジップになっていて、はい、開けるとこういった感じで、まず見えるのが、はい、これ PC が入るようになってます。はい、僕普段ね仕事ではこの11インチのね MacBook Air を使ってるんですけども、それがはいちょっと余裕を持って収まるぐらいのサイズ感になっています。もう一回り大きくてもね入りそうです。そして今ここに入れたんですけども、ちょっと見にくくて申し訳ないです。そこのもう一つ内側にも、はい、ここですね、収納スペースがあります。で今、ここと、ここのもう一つ紹介したんですけども、反対側この開けたね、開けてこっちサイドにも、よいしょ、はい、Y3 って書いてあるんですけども、ポケットが一つ、そしてさらに内側にも見えにくいけど、はい、あります。2つですね、こことさらに内側にここ、メインのところは全部で4ポケットですね。4ポケットあって1個大きな、はい、ものが入れられるっていう感じになっています。なので普段使いにはすごくちょうどいいサイズ感、そしてポケット数になっていると思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあもちろんね、そのこれを背負ってなんかどこか1泊2泊泊まりに行くっていうにはちょっと辛いかもしれないんですけども、まあ、日々日常的に使うには非常にね、ちょうどいいサイズ、使い勝手がいいリュックになってるなっていうふうに感じました。ぜひね皆さんもリュック買うときに参考の一つにしてみてはいかがでしょうか。というわけでひろきでした。じゃあ